皆さんこんにちは、もみじです。今回は、俺だけ、をテーマにした漫画を紹介します。紹介する作品はこちら。異世界で最強のスキルを生み出せたので、ひたすら無双することにしました。俺だけがステータスを勝手に操作、です。ちなみにウェブ版タイトルは、スキルの元を3つ選べって言うけど、早い者勝ちで余り物しか残っていませんでした。スキルとスキルの元の違いに気づいた俺は異世界でチートスキルを生み出してバカにした奴らを見返します。なんですよね。少しは良くなったのでしょうか。それでは中身を見てみましょう。制限時間は10分。スキルの元を3つ選べ。そう指示されたのは、何もない真っ白な部屋に集められた人々で、そのスキルの元とやらは他人と同じものは選べないルールで、終わったものから転移と口にしろとのこと。その指示に文句をつけると首が強制的に後ろに回ってしまうので、はい、それでは皆さん頑張って選びましょう。てことで、こちらの黒髪メガネが本作品の主人公、たくみです。まあ第一形態ですから容姿の特徴は覚えなくて結構です。すると早速、鑑定をゲットした人物が現れ、定番の一つを先に取られてしまったことに周囲は悔しがり、それを見た匠もスキルの元を選ぶことにします。と言っても気になるのは、選ぶのが、スキル、ではなく、スキルの元、という名称で、それがスキルを構築する要素なのか、組み合わせて使えるものなのか、などと考えているうちにもう残りは3分となり、気づけば残りの人数もあとわずかです。早く早く。そんな匠の目に留まったのが、接触、という名称のスキルの元でした。理由は、ゲームではスキルを強くするために何らかの制約がかかっており、接触がその制約をクリアするのに使えそうとのことです。ちょっと何を言ってるのかわかりませんが、あなたが言うならそうなんでしょうね。さらに、文字というスキルの元に反応した匠は、もしこれから始まる世界が想定と違う場合、俺は最弱なキャラになるだろう。と、多分一か八かの賭けに出たようで、残る一つを急いで物色。周囲にカウントダウンの声が響く中、タイムオーバーで強制的に転移させられてしまいましたとさ。果たして彼は間に合ったのでしょうか。てことで気づくと匠は森の中におり、目の前には立派な下半身のエルフが気を失っていました。スケート選手でしょうか。しかもどうやら怪我を負っているようで、慌てた匠が声をかけると、女性はそれに反応して目を覚まし、心配する様子で名乗る匠に自身の無事を告げ、そのまま彼に何かを託すと、このままだとエルフは、と気になるセリフを残して、はい、匠が目を覚ましました。今度はベッドの上ですか。白い部屋、森の中、に続き目を覚ますのは3度目ですね。これで最後にしてくださいね。はい、そんなわけでこちらが異世界での匠くんです。本人曰く大体15歳くらいの見た目ってことです。また先ほどのエルフとの開口は夢ではなかったようで、次の出番になるのはいつになるのか、彼女から託されたアクセサリーを見つけ返さなければと考える匠でしたが、それはそれとして、ここが想像通りの世界なら、ってことでおなじみの、ステータス、オープン、で、その場はフリーズ。はい、出ませんでした。これには匠も驚きで、スキルの元も確認できないとため息混じりに顔に手を当てると、出ました。どうやら目元に手をかざすとステータスが見える仕組みのようですね。さっきのくだり、いります。何はともあれ、接触、文字、に続き、三つ目のスキルの元、変更、も手に入れられたようで何よりです。てことで準備も整い、匠が小屋から外に出てみると、そこは高い木の柵で囲まれたロゼッタ村という村で、年老いた村長が出迎えてくれました。どうやらそこの建物から出てくる人間は、異世界人、しかいないとのことで説明は不要らしく、匠は5年ぶりの来訪者のようでした。あれ、匠より先に転移した人たちはどこに行ったのでしょう。別の世界だったりします。そして匠がこれからどうすればよいのかを尋ねてみると、紹介されたのは宿屋ではなく冒険者ギルドでした。エプロン姿の中年女性がギルドマスターとは意外です。そこで匠が登録のために記入する職業欄で困っていると、スキルの元を持っているかと問われ、
スキルの元と相性の良い職業を選べばよく、一度決めたら変更は不可能と教えられます。どうやらスキルの元とはスキルを生み出すためのアイテムのようで、これを予想していた匠は思わずにっこりです。ところで、ただ宣言するだけの職業が変えられないってのはどういうことでしょうね。ってことで彼が選んだ職業は、ギルドマスターも聞いたことがないという、ハッカー、でした。選んだってことはこの世界にハッカーという職業があるってことですよね。何をしている人たちなのでしょう。そしてその夜、ギルドマスターからもらったナイフでいざ実験です。とりあえずナイフの情報に、接触、して、それを、文字、にして読み取ってみると、はい、出ました。さらにその攻撃力を3から9に、変更。それによってスキル、改ざん、と、分析、が手に入りましたとさ。どこから突っ込みましょうか。まずその、スキルの元、とやらですが、普通にスキルですよね。単体で普通に使えるスキルじゃないですか。派生したもの含めて全部、スキル、で良くないですかね。それに、変更、と、改ざん、は何が違うのでしょう。ちなみに、改ざん、できるのは1文字だけで、その後匠は石ころの攻撃力を1から9に、改ざん、し、ゴブリンやスライムを狩りまくったそうです。やっぱり変更との違いがわかりませんね。それから3日後、匠はギルドマスターからハリーという男性を紹介されます。どうやら5年前に訪れた異世界人に色々とこの世界のことを教えた人物のようで、匠が異世界人の動向について尋ねると、魔王討伐が目的の者が集うバーセリーという街を目指せとのこと。また5年前の人物の職業はクスシだったらしく、その人物のスキルの元について聞いてみると、殺されるぞ、と脅されてしまいます。何かやっちゃいましたか、彼。どうやらスキルの元と職業が分かればその人がどんなスキル持ちなのかが予想つくため、スキルの元のことを聞き回るのは危険ってことみたいですね。もういっそのこと職業も秘密にしてはいかがでしょう。ってことで対策として、服の色を白から黒に、生地を朝から絹に変えてバーセリーに向かうことにします。すみません、それ何対策でしょう。こうしてバーセリーにやってきた匠ですが、声をかけてきた冒険者によると、ここでは E ランクはないと命に関わるそうで、F ランクであることを笑われてしまいます。おい、ハリー。するとそんな彼の元にフードを目深にかぶった少女が現れ、自分とパーティーを組んでほしいと懇願してきました。絶対美人さんですよね。どうやら彼女も異世界から来た人物のようで、自分のスキルの元と職業がわかると誰も仲間に入れてくれないと困っているご様子。確かに能力を明かさないと仲間にするかの判断もできませんが、先ほどの危険とどう折り合いをつけるのでしょうね。そんなわけで匠がその少女に食事をご馳走しつつ、職業とスキルの元を教えてくれませんか、とタブーに切り込んだところで第1話終了です。スキルの元を3つ選べ、という謎の命令の後に異世界に転移させられた主人公が、そこで選んだスキルの元で、世界のあらゆるものを文字化し改変するスキルを獲得し、同じく転移してきた不遇職のヒロインと共に成り上がっていくストーリーです。内容はさておき、非常に読みづらい漫画ですね。単体のセリフや会話の構成、さらに物語の構成に至るまで読んでいて疑問に思うシーンばかりでちっとも話に集中できません。例えばこちら、ひとまずここはスキルの元を選んだ方がいいな、というセリフでしょっぱなからつまずきましたよ。選んだ方がいい、ということは、選ばない、という別の選択肢があって初めて出る言葉ですよね。しかし状況から言ってもここは選ぶしかない場面で、何を選ぶか、に移るシーンなんですよ。例えば、早く選んだ方がいいな、なら皆さんも納得するでしょう。早く選ぶのかじっくり選ぶのか、焦ってハズレを選んでしまうリスクと他人に取られてしまうリスクを天秤にかけ、早く選ぶことを選択する、と状況に合致したセリフになりますよね。同様に、ひとまずここはおとなしく従った方がいいな。でも通じるでしょう。それなのになぜ命令をただリピートするだけの意味のないセリフをここで挟んだのか、不思議でなりません。その後の、接触、のスキルの元に反応した場面は本当に意味がわかりませんでしたね。ゲーマーの方であればピンとくるのかもしれませんが、少なくとも私は、
接触が能力の制約解除に使えるという理屈が想像できませんでした。さらに主人公が文字というスキルの元を選んだ後で、これから始まる世界が想定と違えば最弱キャラになるだろうと続くのですが、初見では何のことかさっぱりでした。紹介で説明した通り、もちろんこれは主人公が賭けに出たことを表すシーンなのですが、最初の接触は普通に使えると思って選んだのですから、なぜそこから生きかばちかみたいなセリフに繋がるのか展開がわからず混乱しますよね。ただこれには裏があって、原作では文字という名称で主人公があることにひらめくのですよ。もちろんそれはスキルの元を組み合わせ、あらゆる事象を改変する能力のことで、そこにひらめく描写があるからこそ、賭けに負けたら最弱キャラになるだろうのセリフに繋がるのですよ。つまりここは単体で使えそうな接触を選んだ後、文字を見つけたことでスキルの組み合わせる発想に思い至り、残る最後のピースを必死に探すという序盤の最重要シーンなんですよね。しかし漫画家がそこで肝となるひらめきのシーンを入れなかったため、理解が追いつかず話がちんぷんかんぷんなんですよ。ついでに言うと種明かしもひどいものでしたね。接触、文字、変更で何をするのかと思えば、いきなりナイフの情報に接触ですよ。情報に接触って何ですか？接触とは近づいて触れることですよ。こんな納得感の薄いこじつけが真相とか答えありきのご都合にしか見えません。答えに納得感があるからこそ、わずかなヒントでそこにたどり着いた主人公を称賛できるのであって、それができないなら最初から改ざんのスキルでも与えた方が理解がたやすい分100倍増しでしょう。他にも読みづらいポイントはいくつもありまして、例えばこちら、主人公がギルドで職業を選ぶシーンなのですが、それがハッカーであることがわかるのが1話でここだけなんですよ。信じられないことにセリフすら出てきません。こんな大事な情報を何の強調もないカード内表記だけで済ませるとか、作画のセンスが問われますよ。さらにこの場面のセリフが、俺の職業はシステムエンジニアだった、スキルの元とも相性がいいはずだとなっていますね。前世の職業とスキルの元の相性の話なんて、ここまでもこの先も出てこない情報で、ハッカーという言葉を押しのけてまで書いた意味がまるで理解できず、その余計でしかない情報で振り回されるだけですよ。とまあこのレベルで突っ込むと本当にキリがなくなるので、この辺にしておきますが、読んでいて本当につまずくところだらけで、正直これだけで作品として結構厳しいです。さて、それでは中身の話を少しだけしましょう。まあ微妙ですかね。まずスキルとスキルの元を分けた作品の根幹に全く魅力がありません。戦術の通り、主人公の見事な起点でチートキャラが生まれましたってことなんですが、そこの巧みさを全く感じる要素がないので、最初からチートキャラでも何の問題もありません。それに言うほどスキルとスキルの元に明確な差がなく、スキルの元を普通に単体で使用もできますし、なんならスキルの元ではなくスキルの方を使うことで新たなスキルを習得したりしますからね。印象としてはかなり雑ですね。またそのスキルの活用法なのですが、それはヒロインのスキル強化に利用され、ざっくり言うと何でも表現できるから何でも実現できるに様変わりし、具体的にはマントの裏に4次元ポケットを作ったり、ネックレスを AT フィールド発生装置にしたりしますね。主人公の改変能力だけならまだ工夫の余地もありましたが、そこにヒロインが混ざるともう何でもありですよ。ただ物語はそこまで悪くなく、魔道具を作れるというアドバンテージで世界を牛耳るエルフを悪玉に仕立て、そこから様々な種族を巻き込んでいく展開は素直に面白そうかな、と思いましたね。とにかく読みづらさも含めて、悪いところは序盤にかなり集中していますし、その要因の多くは、スキルの元という作者が売りにしたかったであろう余計な設定なので、そこをなくして最初から普通にスキルにしておけば、もう少しフラットな気持ちで読める作品じゃないかなと思います。さて、俺だけをテーマにした漫画の紹介いかがでしたか？
どちらのタイトルでも読む気が起きない、と思ったあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。